プロ野球出場選手登録&抹消公示。広島遠藤登録。遠藤は2軍で先頭打者ストレートの支給が非常に多かったぞ。遠藤とかまで上げて迷走してないか。広島ハーン抹消。ハーン帰国か。ハーンさよなら。ハーンも心置きなく帰国できるな。広島中村抹消。翔征はベンチ外だったからな。中村翔征ゲンドラ候補かな。巨人立岡登録。立岡また上がってくるのか。ほんと立岡好きだね。立岡は守備緩めと効果薄いダイソー。立岡はレフトすら怪しい。巨人重信抹消。重信グッバイ。重信ってあげたばっかりやん。重信 FA してもいいんだぞ。重信の方が足は速いのに。中日大野抹消。大野さん投げましょうか。大野復活戦かね。大野は病み上がりだったしな。オリックス川瀬登録。川瀬上がってくるのか。2軍には川瀬以上がいないってことか。オリックス内藤登録。内藤初昇格だね。内藤頑張ってほしいわ。内藤くんが上がってきたというだけで試合見る価値がある。ウエット楽しみや。ロッテ吉田登録。吉田は棚春とセット当番かな。吉田は中森と評価逆転したか。ソフトバンクオスナ登録。オスナも一軍復帰かよ。オスナでくさ。オスナ相変わらず見切り発車なのね。オスナは楽な場面で投げさせながらの調整でしょう。オスナはとりあえず点差が開いた試合から投げさせるのかな。西武杉山抹消。杉山は普通に KO されたな。杉山自責点ゼロなのにかわいそう。杉山は牽制士でがっくり来て打たれたんじゃないか。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。